紹介をしたいと思います。カービィのライトですね。遠くから見ると存在感が半端ないです。最高です。緊張する。はい、どう？相当いい感じですか？相当いいよ。アフカさんちのネオンライトです。眠いゲーミングって書いてますね。皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、ゆじのアスカです。今日はゲーミングルーム紹介をしたいと思います。てなわけで、アスカさんちでは今まで2回ゲーミングルーム紹介動画を撮っているんですけれども、半年前ぐらいに引っ越しをしまして、ゲーミングルームも大きく変えたので、改めて皆さんに紹介したいと思います。私のゲーミングルームのこだわりが詰まっておりますので、よかったら最後までご覧ください。それではスタート。ちなみにですね、なんとね、私グッズを作りましたということで、いろいろ作ったんですけれども、まず今着ている T シャツですね。ここに眠いゲーミングって入ってます。あと、ここのログが入っております。あと、スウェットもあるんですが、他にも、こういうクッションを作ったりとか、この後ろめっちゃ可愛いんです。これ後ろも眠いゲーミングって入ってるんですけど、これをね、作ったりだとか、ゲームビアには欠かせないマウスパッドを作ったりだとかですね。あとは、念願だったこちらのネオンライトも作ってみました。これ見えてるかな？これめっちゃ可愛くないですか？眠いゲーミングっていうのが入ってるんですが、 N と G だけパープルで、他の文字はホワイトのカラーになっていて、ここにハローかなって思うんですけど、これもちょっと後で位置決めとかね、していきたいなと思います。ネオンライトは全部で3つありまして、この吹き出しの眠いっていうのと、猫ちゃんネオンライトも作りました。はい。これもちょっと私が描いたもので作ってもらったんですが、このヘンテコ感がね、可愛いでしょ？はい。これもね、ちょっと部屋に飾りたいと思うんですけれども、ちょっとどこに飾ろうかなってまだ考え中なので、一緒に考えていければなと思います。はい。あとは、ゲームのお供にということで、タンブラーも作りました。よかったら概要欄にグッズの詳細貼ってますので、チェックしてください。まず、デスク周りを紹介したいと思います。ゲーミングパソコンは、オーメン 40L です。見た目がね、めっちゃかっこよくて、このボックスのところが、透明になっているので、机の上に置いて、まあ見せるようにしてますね。はい。本体のね、パソコンの中には、滝田咲さんの種美ちゃんですね。滝田さんは、アスカさんちの、眠いちゃんっていうキャラクターをデザインしてくださった作家さんです。種美ちゃんっていうキャラクターを眠いちゃんカラーに塗ってくださって、プレゼントしてくださったんですよね。宝物です。はい。そして、相変わらずのハーマーミラー先生です、こちら。こちらはね、一応オフィスチェアなんですけれども、長時間座っていても疲れないということで、私はゲーミングルームで使っています。こちらがロジクールのキーボードです。これもね、色がカスタムできるんですよ。ライトの色がカスタムできて、とっても気に入っております。ここでね、ボリュームをね、変えられたりとか、ボタンもね、たくさんあって使いやすいです。セットでついてくる腕置きが、ね、雲でね、思い描いている世界観にぴったりだったので、こちらを買いました。合わせて、これはね、前から使ってるんですけど、ロジクールのマウスですね。これもね、ここのライトの色をカスタムで変えられるので、私は自分好みに、ちょっとパープルとかピンクとかそういう色を入れていますね。で、こちらが、アスカさんちのグッズになります。マウスパッドですね。ZZZ っていうのは、なんか私が、コードで使っていたりとかするんですが、はい、ちょっと、こういうのをね、今回出させていただきました。めちゃめちゃこう見るとね、合ってて可愛いですよね。これをこうやっておいてね、使ってます。そしてですね、こちらはストリームデックです。
ストリームデックは本当に買ってよかったものの一つですね。いろんなキーが設定できるんですけど、私は配信ソフトの OBS、シーン切り替えがこのボタン一つでできるように設定しているので、配信をするときにスムーズにシーンをね、切り替えることができるので、そのキーを設定してます。あとは、まあ、APX だったり、まあ、バロラント、最近やってるようなバロのキーだったり、あとはね、タスクマネージャーとか、結構ね、大事な時に活躍してくれますね。あとは、ディスコードのミュート、オン、オフとか、スクリーンショットとか、ここに設定してます。で、2ページ目は、ライトの切り替えを設定してます。私は、ほとんどヒューで統一してるので、設定しているライトのシーンを切り替えられるようにしています。今ね、パープルに設定してて、これを押すと、またちょっと違う色になったり、ピンクとか、ギャラクシーとか、これはちょっと青っぽいライティングなんですが、グリーンとか。今までね、スマートフォンでいちいちこうアプリを開いて、ライトのシーンを変えたりしてたんですけど、ストリームデックに、そのヒューのシーン切り替えが設定できるっていうのをね、最近知って、ここにキーを入れております。大体はこういう、ちょっとパープルっぽい色に私はしてるかな。こちら、ゴビーの LED パネルライト、ヘキサタイプ、10枚入り。今回私9枚しか使ってないんですが、10枚入りのものをゲットしました。ゴビーは、以前東京ゲームショウにいた時にブースにお邪魔させていただいて、実際にそのブースでバーライトだったりとかリボンライトだったりとか、あとこういうパネルライトを実際見たんですけれども、本当に色彩が鮮やかでめちゃめちゃ綺麗だったんですよね。いつか自分の部屋にも設置したいと思ってたところだったんですけれども、引っ越しもしましたし、このタイミングで設置してみました。はい、配信画面はこんな感じになります。左上にこうちらっと映ってる感じになってる。めっちゃ可愛い。結構配信の画面で見ると内側ね、白っぽくなってるんですが、こう生で見るとすごくね、パネルの部分がいろいろな色になってて、めちゃめちゃ可愛いです。私結構ライトね、いっぱい使ってるんですけど、このパネルライトだけでこの部屋の雰囲気を全部変えられるくらい光量もあって、で、ゴビーはアプリでも結構シーンがあったりとか、自分でカスタマイズできたりとか、映像とかね、音楽にも合わせて動かすこともできるみたいです。いやー、本当にね、ゲットしてよかった。でね、あんまちょっと裏は見せたくないんですけど、こんな感じでモニターアームを使っているんですよね。なのでこのモニターがこうやって浮いてるような感じで見えてます。これをすることによってね、ここら辺にスペースがねできるので、ライトの光もすごく綺麗に入るようになって、モニターアームはね本当に買ってよかったです。あとね、やっぱこのなんていうの、ガジェット感かっこいいですよね。はい、それとちょっと似てるんですが、ここにねマイクもあります。これはハイパー X のライトで、これもねカスタムできる色でパープルにしてるんですけど、これもこういうアームにねつけて自由にこう持ってきたりとか移動させられるようにしています。邪魔の時はねこうやって上げたりとかして使ってますね。で、あとは一回アスカさん家でも紹介したんですが、カメラですね。オブスボットっていうカメラで AI カメラに乗ってます。今ねちょっと電源切ってるんですが、立ち上げるとこんな感じですはい、そしてアスカさん家のグッズになります。ネオンライトです。これめちゃくちゃ可愛くないですか。眠いゲーミングって書いてますね。これはいつかネオンライトを作りたいなっていうのをねずっと前から言ってて、ついに作っちゃいましたN と、G だけパープルで、あとはホワイトのカラーで作ってみました。それと同時ね、これもネオンライトで作りました。今ねちょっと結構光っちゃってると思うんですけど、生で見るととっても綺麗な発色です。
こういうデザインとかね、私がこういうのがいいなっていうのを実際に描いてみたものをね、使ってます。もう右下の猫ちゃんは一番最初のラフに描いたものをね、結局採用しました。その後可愛く綺麗なね、猫ちゃん描いたりとかしたんですけど、やっぱこういうちょっと緩いのがね、グッズのオリジナル感があるかなと思って、結局ね、こんな感じのネオンライトにしました。猫ちゃんはね、目とこのヒゲの部分がパープルになっています。このバイカラーの配色がとっても気に入っております。続いてまたライトなんですが、これは、カービィのライトですね。遠くから見ると存在感が半端ないですはい、これも気に入ってます。このドットの感じがね、ゲームの中のカービィって感じがして可愛いですよね。右を見るとカービィがいて、めちゃくちゃいつも癒されます。最高です。そして下に置いてあるこのクッションもアスカさん家のグッズになります。私といえばやっぱゲームなので、ゲームのコントローラーのクッションを作りました。ドットっぽいデザインにしたので、配信でこうバックに映っていてもとっても可愛くてですね、気に入ってます。はい、なんかクッションで言うとこの子もね、グッズの一つになります。めっちゃ可愛いです。こう後ろがね、パープルになっていてバイカラーになっているんですが、後ろにネミーゲーミングって書いてます。これはうちの猫をイメージしたドットのデザインにしてみました。んで、ここにはたくさんのカービィたちがおります。カービィってね、丸いからすごいね、こう重ね替えがあるというか詰め替えがあってね、とっても可愛いです。結構奥行きがある棚なので、奥まで結構ぎっしり入ってます。で、下の方にはね、最近ポケモンにハマってたりするので、ポケモンが、ポケモンの縫いがね、いろいろあったりします。ヌメイルにメタモンにマイカ、マイカかわいいポケモンセンターにね、足を運ぶのに最近ハマっておりまして、そのたんびにね、縫いを買ってしまいます。まだまだね、増える気がする。はい、皆さんのね、推しポケモンもぜひぜひ教えてください。私は最近はヌメラ、ヌメル、ヌメルゴンたちにハマっております。で、まあここにね、こんな感じで剥製具がね、混ざっております。かわいいで、なんかないかな。あとね、こうやってよいしょ、下に使ってるヘッドホンをね、かけております。もうずっとアストロをね、使っていて、もう結構ね、ボロっとなってるんですけど、なんだかんだアストロが一番足音がね、聞きやすいかな。うん、ミックスアンプも使ってるので、ミックスアンプと掛け合わせでね、いつも FPS とかしてますね。はい、ペッキョン。ペイちゃん、かわいいね、ちっちゃくって。おいでおいで。かわいいね。はい、ペッキョン、かわいいね。かわいい、かわいい。はい、まずは、この、棚、ちょっと初登場だと思うんですが、この棚をね、半年前ぐらいに買いまして、でも見ての通り、全然活用できてないんですよ。なんかちょっと物置みたいになっちゃって、なっちゃってる状況なんですが、私にはですね、ここに大量のぬいぐるみがありますと。大量のカービィやら、ポケモンのぬいぐるみやら入ってるんですよ。で、これをこの棚に並べていこうかな。棚を可愛くしていこうかなと思います。奥にちょっと大きいカービィを入れて、合間にちょっとちっちゃいカービィを詰めていきたいなと思います。なんか私、似てるカービィがさ、好きだから、それさ、似てるカービィがめっちゃいいね。これとかもそうだけど、かわいい、めっちゃかわいくない？どう？まだまだいます、まだまだ。めちゃめちゃぎゅうぎゅうに詰め込まれてます。かわいい。これカービィの名は2段で埋められました。まだまだ余裕あるね。これもまた集め替えがありますね。エーペックスのグッズであるネッシーをこうやって覗かせておきましょう。どうかな、すごい
白菜くん大事なソフビは中に入れておこうかな。完成しました。こんな感じです。はい。で、私キーボードがちょっと調子が悪くて、キーボードを新しく、買いました。新調しました。とロジクールの G715 のワイヤレスゲーミングキーボードのタクタイルタイプを買いました。はい。あ、これ楽しみにしてたんですよ、ね、そのかな。なんかデザインもすごい可愛くてさ。おー、あー可愛い。ここがさ紫色になってるんですよね。もうちょっと青というか薄いパープルみたいな、今のゲーミングルームに合うかなと思ってこのやつにしました。で、電源入れます。電源どちら？あ、これか。ででん、うん、かわいい。見て色がかわいい。はい。ほんで続きまして、そうね、ずっとコントローラーをここにこうボーンって置いたりとかしてたんですよ。ここに置いたりとかねしてたんだけど、なんかどうせやったらスタンド買おうと思ってスタンドを買いました。こうで、おー、すごい、はい、完成。でこれをこう終わったらここに置くっていう。私ここに背面ボタンつけてるからさ、若干ちょっと締まりが悪いんですけど、一回取りますね。こうですね。はい。ではこんな感じでいいよね。ちょっとインテリア風にもなるし、どうでしょう。はい。ネオンライトをつけていきたいと思います。嬉しい。こっち寄せでここら辺につけたいなと思っております。で、このグッズのネオンライトなんだけど、付け方が3つあって、こういう、結構太めの釣り糸の太いやつみたいなので、まあ、上から吊るすか、あとは普通にこう釘もついてるので、釘で、ここに穴があるんで打ち込む。あ、で、3つ目が、この後ろ側がシールになってて、で、ここに釘がついてるやつですね。うちは賃貸なんで、この、シールタイプを使って壁に設置していこうかなと思っております。クチュアレールとかがもし上にあればこういう釣り糸とかで吊るすのもいいかなと思います。うちは選択肢がね、このシールしかないんで、シールでつけます。ちょっとちゃんとついてくれればいいんだけど、みんながやるときは自己責任でお願いしますね。一番いいのはね、釘です。1決めよう。1、こんな感じでしょうか。どうかね。こんな感じ。どう思います。もういけてる。ちょい上ぐらいがいいんじゃない。ちょい上。どう。これ。うんうんうん。ここで一旦止めてしまって。緊張する。あ、どうじゃないですか。うん、相当いい感じじゃないですか。相当いいよ。おい。どう？とりあえず入れてみよう。ネオンライトがあるだけ一気にゲーミングルーム感が出ますね。かわいい。むちゃめちゃいい感じです。ちょっとあとの2つもどこに取り付けるか考えてみたいと思います。はい。で、これはさ単品で使ってもいいんですけど、こんな感じで吹き出しを猫ちゃんから出せるようなデザインもしたので、これはせっかくだから2つこうやって並べて見ようかなと思います。はい、どうでしょうか。つけてみますね。はい。あー、かわいい。明るい。どうでしょう。めちゃめちゃかわいいのではないかね。はい、というわけで今日は私のゲーミングルームを紹介してみました。
また前回とは違ったイメージのゲーミングルームになったんじゃないかなと思って気に入ってます。まあ、まだまだねここから改造していくと思うので、またね紹介動画撮れたらなと思います。こだわり伝わったでしょうか伝わってたら嬉しいなと思います。はい、てなわけでよかったら感想とかコメント欄で教えてください。それではバイバーイ。